X-33 はアメリカ合衆国が開発していた最使用型宇宙王艦機の無人実験機。アメリカ航空宇宙局とロッキード・マーティンが開発していたスペースシャトルの後継機の一案であるベンチャースターの実証モデルであった。開発中止となり実機は完成しなかった。X-33 とベンチャースター1990年代に NASA は、スペースシャトルの後継として、単断式宇宙王艦機を構想し、ベンチャースターと呼ばれる宇宙王艦機の開発検討がなされた。ベンチャースターの開発には、新しいロケットエンジンや耐熱素材の新規研究を行う必要があり、2分の1スケールの無人実験機を設計した。この無人実験機が、X、X-33 である。X-33 は、 リフティングボディであるために主翼がなく、垂直尾翼2枚と V 字尾翼2枚を持つ。エンジンは、液体酸素、液体水素を用いるリニアヤロスパイクエンジンである。垂直打上げを行い、水平飛行により着陸が行われる。試験は、エドワーズ空軍基地に専用施設を建設し、そこで打ち上げを行うことが予定され、15回の飛行が計画されていた。実験機であるために、 軌道到達能力は有する計画ではなかった。また、信頼性もスペースシャトルより高いものを求めた。開発、設計は1996年2月よりスカンクアークスにおいて開始されたが、重量型と技術的困難なために2001年3月に中止された。組み立ては85%、部品は96%、 打ち上げ施設は100%の進捗状況であった。複合材製の液体水素タンクの性能に問題があり、従来のアルミニウム製のタンクと比較してもススとの実現に必要なほど軽量化が行えなかった。NASA はキャンセルまでに9億2200万ドルを費やしている。ありがとうございます。